ちゃこ先生です。今日は最強のアニメーターの花伏さんのお名前かんだ花伏さんのお名前と、創作本のビギーワンよりゆえずとシャミちゃんの名前を、書きながらお話ししていこうと思います。私はずとまよのお勉強しといてよっていう曲の MV で花伏さんを知りました。で、ツイッターでアカウントを知ったっていう感じですね。だからそんなにいっぱい知ってるわけではない感じの人ですが、好きです。はい。もともと花伏さんはアニメ出身なんですよ。トリコとかプリキュアとかですかね。なんかその辺のまとめ動画はネットで見て、本当によく動くなっていう、まあ、今でこそ最近のアニメなんかよく動くのってもう当たり前みたいになっちゃってきて、どんどん期待度が上がってますけど、昔ってね、そこまでヌルヌル動くアニメってかなり少ない時代だったと思うので、この回花伏さんってわかるくらいすごい特徴的な動きとかキャラデザだったりされるので、その辺中毒性があるアニメーションかなって思いますけども、はい、すいません、歯の解説いきます。いちいちですね、字の解説を挟みますのでよろしくお願いします。次につながるようにちょっとだけ下げてスタートするとかっこいいです。ほんの少し曲がって流れるように。で、この結びですか？ここがちょうど真ん中を通るといいかなと思います。はい、どんどん行きます。で、花伏さんが好きな方はね、花伏さんを何で知ったかっていうのは、いくつかパターンがあると思っていて、まあ一つ目は私みたいに最近知った方、それもお勉強しといてよの MV で入った人は多いんじゃないかなって思うんですよ。難しいですよね。ここ、だいたい左上に入れてください。2、3画目は、ちょっとつながるイメージ。結びが、中心より少し左に来ると、バランスいいかなって思います。ちょっと待ってよ。ずとまよ MV か、アニメの作画から入った方か、あとは、あれですよ。フィギュアンです。ツイッターで話題になったらしいですね。私、その時、オンタイムで知らなかったんですけども、で、ピギーワンっていうのは、花伏さんの創作本。だから完全にオリジナルキャラクターが出てくるわけです。その本、動きとか、その静止画なのに本当にアニメーションを切り取ったっていう感じで自然なんですね。本当になんかワクワクする絵ですね。はい。花伏さんの部です。だいたい三角形。最後のとこだけ少し隙間作ります。これも全体的にわーっと繋がってるように描くとめっちゃ自然になります。最後、花伏さんの死、まっすぐ入って少し滑らかにこの辺、もっと遠くの方に行くイメージでかなり上目に上げてやるといいかな。はい、花伏さんおしまいで、ここからはそのピギーワンに出てくるゆえずと、シャミっていうキャラがいて、シャミちゃんはパンティ&ストッキング with 型ベルトに出てくるストッキングちゃんと結構色味が似てるキャラクターで、漢字で美しい鮭と書くらしく、で、ゆえずっていうのが4本腕が生えているキャラクターで、私この漢字初めて見たんですけど、ゆえず。で、今日はこれを書きたいと思います。じゃあ、まずゆえずから。ゆえずなのかな？ゆえずなのかな？ちょっと違ってたら怒られます、私が。で、個人的に私が思ってる花伏さんが受ける理由っていうのは、その動きのね、良さももちろんなんですが、デザインですよね。キャラデザのセンスがね、本当に噛みすぎる。ちょっと待って、めっちゃむずいな、この字。ちょっとダメですね。方がでかいか。めっちゃむずいな。はい、ゆえずのゆえですかね。画数少ないんでめっちゃ難しいんですけど、こっち小さめ。後編はしっかり上に払って、こういう風に入り組む感じになるとバランス取れると思います。で、ゆえずちゃんはその腕が4本生えてるんで、その手だけでものすごいキャラクターの表情が出せるっていうのは面白いかなと思います。はい、ゆえずの図です。ここですね。めっちゃオーバーに描くと。で、真ん中で膨らんで、真ん中に帰ってくる。こうならないように、横をしっかり眺め。ゆえずちゃん完成です。ゆえずはね、白髪なんですよね。色のコントラストがね、いいのも、キャラデザの特徴ですよね。次、シャミちゃんいきます。
スニーカーなのがとってもいい、とってもいいです。でしかもね、ごついんですよ。バッシュみたいなあのごつさ、わかります？ちょっとボーイッシュな感じ。でもなんかそこまでごちゃごちゃしたデザインではないんですね。だからすごいスッキリしてるんですよ。その辺のバランス感覚がもう最高ですね。ちょっとシャケミ難しいな。シャケミとか言ってますけど、シャミですからね、名前は。はい、これでいきます。あんまり綺麗じゃないけど、魚っていう字、なるべくスマートに。田んぼの田をキュッとするといいですね。土なんですけど、上の土はこの角度が浅めで、下の土はすごく角度がつきます。だからここが一番長いんですよ。ここが一番短いです。シャミちゃんのシャ、シャケ終わり。スニーカーがいいっていう話したんですけど、キャラが持ってるデザインを見せる演出をされるんですよ。見せる演出、真下とか真後ろとか真上とかバンバン作品の中で使っていかれるんですよ。印象に残るし、そのキャラクターの魅力が引き出されるというか、この花節さんのアニメーションを一から見るのがちょっと大変って方は、ぜひそのずっとまよのお勉強しといてをだけもう見てください。もう良さが詰まってるので。ちょっとここがダメですね。花節さんの絵は結構デフォルメ効いてるんですけども、決してごちゃごちゃしては見えないんですよ。そのゆえずが、例えば腕が4本あるとか、シャミちゃんに耳が生えてるとか、それがねいっぱい混ざってるんだけど、見てて不快にならない絶妙なごちゃ感が最高ですね。美しいという字できましたので解説します。横棒がいっぱいある字は一番長いやつを決めるとかっこいいです。ことぶきという字もここを長くしますよね。それと同じです。ここを一番長くするので、この3本は短めにしてください。これで、シャミちゃん完成です。今日描いたのは花節さんとゆえずちゃんとシャミちゃんでした。それでは、本日の授業は以上になります。ありがとうございました。